はい、こんにちは、タカです。まずはじめにこの動画ではクロス円を中心に見ていきたいと思います。ドル円やドルストレートの通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方は貼っておきますので参考にしてください。ということで、円が絡む通貨ですけども、ここ最近の円というのは本当に大きな動きになってきています。少し前までは円はすごく強かったんですけどね、ここ最近は少し流れの方も変わってきたように思います。ドルが未だ高値を抜けてこない状況ということで、少し手が出しづらい中でね、この円の動きがすごく今分かりやすく面白い動きになっていると思いますので、来週もこの円は注目したいんですよね。このあたりをチャートの方から見ていきたいと思います。来週で月足も確定しますから、大きな環境なんかも少し見ていきたいと思います。こちらがユーロ円、日足に月足を重ねています。パッと見チャートはすごく強いですよね。特にここの上昇トレンドは目につきますけども、一旦流れが止まってますね。調整局面に入っています。安値も更新してきていますから、これは値幅を伴った調整にはなっていると思いますけども、この2ヶ月ほどの動き、これ少し興味深い動きしてますよね。下を試して抜けていかない、戻しています。ここもそうですね。下を試して抜けていかない、戻しています。調整局面ですから、この売りの流れは見ていくことになりますけども、あくまでこれ調整の売りですからね。この前には上昇トレンドがあります。流れが止まれば押し目買いが入ってきやすい環境ということにもなります。そんな環境で出てきたこのダブルボトムといった形、注目しないわけにはいかないと思うんですよね。この130円近辺というのはもしかしたらサポートがあるかもしれない。これは月足レベルの大きな流れになりますから、じゃあこのサポート使ってどうこうというわけではないんですけどね、大きな環境を見ていくと底堅い動きになってきている。これは抑えてはいきたいとは思います。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。ただ週足なんかを見ていくと強い売りのトレンドがここに見えてきますね。かなり円が強かった環境があったんですけども、ようやく流れが止まってきました。特に今週の動きに関してはかなり面白い動きになっていたと思います。だいぶ下の方に突っ込んでるんですけども、終値はこんな高い位置ですよね。下を試して抜けなかったといった形。抜けていれば下落トレンド継続になっていましたけども、サポートが見えてくると、この下のサポートはもう意識していくことになりますね。対してこの上の壁もはっきりここに見えています。130円の30付近。上下に壁が見えていますから、これはもうレンジ相場を想定して見ていくことになりますね。今はレンジの高値付近まで来ていますから、ロングは慎重に見ていきたい場所ではありますけども、その前にこの足場ですよね。この緑のレンジ、これ何のためのレンジですかね。僕はこれ上位足で見たように、この下落の流れ、この流れを止めたレンジですね。この止めたレンジというのは、その前に大きな上昇トレンドがあったと思います。押し目買いがすごく入りやすいレンジだと思うんですよね。ただ買っていくためにはやっぱりこの上に壁があるとなかなか買いづらい。この壁を抜けていけばしっかりした買いが入ってくるんではないかなと。ここはもうネックラインになってますからね、当然壁にはなってくるわけで、なかなか抜けていくのはまあ大変な場所ではあると思います。ただし、この130円の30、40付近のこの目の前の壁、抜けてくればしっかりした買いのトレンドを見ていけるかと思いますので、特に今週に関しては強い買いも入っているわけですからね、少しこの高値付近でのこの強い環境というのはしっかり見ていきたいと思います。ここにはダブルボトムも見えてますよね。これも突き足で見たダブルボトムと一緒です。イメージとしては下落の流れを止めて反転の形が見えてくる。ただしこういった流れを見ていくために大事なのが、この足場崩れてしまったら全ての根拠崩れるんですよね。崩れるというのはこの下のサポートを割れる動き。ロングを見ていく際にはこの下のサポート、128円の2030付近ですかね、こういったサポートを割り込んでしまうと相当買い方にとっては苦しい展開が待っている。これも抑えてはいきたいです。来週に関してはこの高値付近での攻防、こういった流れが出てくるとね、少し面白い展開になってくるんじゃないかなと。もちろんこの目の前の壁抜けてくれば面白い形になってくるんじゃないかとは思っています。はい、変わりましてこちらが1時間足に日足を重ねています。日足を見ても下落トレンド、これはっきり見えてますよね。かなり強い売りの流れが出ていますけども、これはもう V 字で戻しています。V 字というのは上位足で見ていくとヒゲの部分ですね。あまり僕はこういった V 字というのはもともと想定しないので、この戻りに対して戻り売りを見ていくということはあまりしないんですよね。強い戻りに対して戻り売りは見ません。ただ僕みたいな人だけではなくて、戻りはやっぱり戻り売り見ていく人、これたくさんいるんですよね。特にここには下落トレンド見えていますから、こういったところもそうですね、戻り売りが入っているんじゃないかなと。特にこの辺に関しては戻りの高値付近ということもありますから、たくさんの戻り売り入っているんではないかなと思います。ただしこれ値動き見てみると下がってないですよね。下がっていれば全然問題ないんですけども、下がらなければショートが捕まってしまいます。こうなると苦しい勢力が見えてきますよね。戻り売りを見ているベア派ならば、それとは反対勢力につくのがいいのかなとは思います。
今ここには強いトレンドが出てますからね、この上昇トレンドを継続して見ていきたいなと。まあこの話はたびたびしていますけども、こういったショートを捕まえた状況、この状況で深い押しが入ってしまうと、これショートの逃げ場を与えてしまうんですよね。捕まえたショートというのは将来の買い戻し、買い勢力になってきますから、この高い位置で買ってくれる人がこういった深い押しが入ってしまうといなくなってしまうんですよね。ですからこの強い流れを継続して見ていこうと思うんであれば、深い押しが入ってしまうとしんどくなってしまうと思います。ですから、まあ押し時代は入ってくると思うんですけどね、比較的浅い押しからのブレイクを継続して見ていきたいなと。逆の言い方をすれば、深い押しが入ってしまうと簡単には買えないということにもなります。これは金曜日にも同じような考え方で値動きを見ていたんですけども、これは来週も継続して見ていきたいと思います。強い流れを見ていくんだらば、浅い押しからのブレイク、これに期待はしたいです。ただこの目の前の壁、これ物の壁になっていますからね、当然大きな壁になってきています。簡単には抜けない壁ですから、これにも注意はしたいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。強いトレンドが木曜日あたりは出ていましたけども、金曜日は一旦流れが止まっています。調整局面ですね。ということはサポート探しということになりますけども、先ほども言いましたけども、これ深い押しが入ってしまうとショートの逃げ場を与えてしまいます。ですからこの浅いところにサポートができるかどうか、これに注目をしていたんですけども、今のところはしっかりサポートがありますよね。ショートの逃げ場を与えてくれていない、そういった環境が見えてきます。こういった環境続くじゃ、もうまだまだロングですね。週末もいい形で引けていると思います。しっかり来週もこの高値更新をまずは見ていきたいですね。波の起点はこの下のサポート129円の40付近、波を見ていくとこのような上昇トレンドを見ているということですから、逆の言い方をすればこのサポートを割ってしまうと全ての根拠が崩れてしまいます。僕はもうロングを意識して見ていくことになりますけども、その際はここをバックにロングを見ていくことになると思います。割ったら投げですね。ここをバックにロングを見ていく。ただし、ま抜けてきたとしてもね、週足レンジの上限あたりがこの130円近辺にはありますから、まあそのあたりで流れが止まってもおかしくないとは思いますけども、ただまあそれでも強いトレンド、今はこれがもうしっかり見えていますからね。目線はロング、まずは今この見えているトレンドにしっかりついていこうかとは思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、日足に付け足を重ねています。ポンド円もかなり面白い動きが出ています。特にこの直近3ヶ月、安値を1回2回3回と、しっかり試しているんですけど、なかなか抜けてこないですよね。その度にしっかり戻しています。こうなればこの辺りサポートが意識されてくるんじゃないかなと。151円、このサポートはしっかり来月以降も見ていくことにはなるかと思いますね。付け足を見ていくと安値更新も出ていましたけども、これも今月一旦流れを止めそうです。下を3回試して抜けない、下落の流れも止めたとなってくると、反発も全然これはあり得るんじゃないかなと。こういった大きな環境は頭に入れておきたいですね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。4時間足を見ても下落トレンドはこれ見えてるんですけども、完全にもう流れ止めてますよね。このあたりにサポートが見えてきています。149円の50付近、ただしこの高値も切り下げてますからね、まだまだ反発を見ていくには少し早いのかもしれません。ただそんな環境の中で今週のこの動きなんですよね。下冷えの長いピンバー、下のサポートが強く意識されている、この値動きを見ていくんだれば、このような上昇トレンドを期待するのも少し面白いんではないかなと思ったりはしますけども、どうですかね。上位足の環境を見ても下のサポートやっぱり効いているように思います。直近の動きを見てもかなりチャートは強いですからね、比較的この底堅い動きは来週は意識して見ていきたいとは思います。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。短期足を見てもすごく強い売りのトレンドがありましたけども、これはもう V 字ですね。しっかり戻りが入っています。まだ波の起点抜けではないですから、流れが止まればひっくり返るようなこともあるかもしれませんけども、ただしこの V 字の動きですよね。これユーロ円でも話しましたけども、ここに下落トレンドが見えています。抜けてますからね。当然戻れば戻り売りがたくさん入る。こういった状況はあるかと思います。ただ値動き見てみると下がっていない。ショートが捕まる状況になってきますよね。逆にまあこの辺りはロングが捕まるんですけども、このロングはもうしっかり逃げ場を与えてもらっています。となると今苦しんでるのは戻り売りを見ているベア派、ショート勢ということになりますけども、そのようなショート勢を逃がしてしまうか逃がさないかで、流れは随分変わってくると思うんですね。どういった状況になると逃げるか、これはもう深い押しが入ってしまうと逃げ場を与えてしまうと思います。僕はこの強いトレンドを意識していますからね、このような深い押しが入ってしまうと具合が悪いですよね。ですから来週もこの浅い押しからのロング、近場にできるサポートなんかを意識しながらこの高値更新は見ていきたいなと思います。
逆な言い方をすれば深い押しが入ってきたこの押しに対してロングを見ていくと上値は重くなってしまうかもしれません。ショートの逃げ場を与えないままこの高値付近まで持っていけると、この高値更新でロスカットなんかも期待できるんではないかなと。強い流れを見ていくんならば、そういったねショート勢の動向はしっかり抑えてはいきたいです。目線としては来週もロングですね。近場にサポートを見つけてのロングは意識して見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。強いトレンドここに出ていますけども、現在は調整局面ですね。流れが止まっています。これもねさっきも言いましたけども、深い押しが入ってしまうとという部分、今の状況だと何も問題ないですね。しっかりこの上昇トレンドは継続してみたいなとは思っています。ただ今見えているこういったサポート、例えば金曜日のですね割り込むような動きになってしまうと、これは少し買いを見ていくのは難しい状況になってしまうかもしれません。あいにこれを締め買いしてしまうとね、下の方に抜けるみたいなことも、これも全然ありえそうです。目線はロングですね。ただこのサポート割ってまで買っていこうとは思っていませんので、来週、月曜日もまずはこの151円近辺、このあたりのサポートを意識しながらこのロングを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円日足に付け足を重ねています。5ドル円もこれ下を試して抜けないという形がここ数ヶ月出ています。この辺サポートがあるかもしれませんね。80円の50付近、流れが止まってくるとこの前の上昇トレンド、これが効いてきますね。押し目買いを見ているブル派の勢力、これが元気にはなってきそうです。もともとはここトレンドが出てますからね、このトレンドに乗っていくのは全然悪い選択肢ではないとは思います。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。週足を見ていくとやっぱりこの下落、売りの流れが強く出てます。やっぱりこれが目立ちますよね。ただ一旦流れを止めたという形がここで見えています。戻りの高値、これもはっきり見えてます。81円の50付近、上には壁が見えてるわけですけども、今回この週足、下髭をつけてしっかり買い戻しが入っています。もしこの下落の流れをここで止めたという形になるんであれば、これ安値切り上げの形になるんですよね。上の抵抗はあるわけですけども、安値は切り上げてくる、もしかしたらこういった三角持ち合いみたいな形が出てくるかもしれません。僕はあまりこういった斜めラインって引かないですからね。この斜めラインを割ったからどうこうみたいなことは考えはしないですけども、ただこういった押し出すね、サイド割ってきたらしんどいなとか、そういったところをやっぱり注目して見てはいきます。今回ここで一旦流れを止めたことによって、いろんな可能性、いろんな展望が見えてきたと思うんですよね。正直僕はこの5ドルに関してはね、あまり強気ではなかなか見れないんですよね。5ドルドルなんかを見てもやっぱり上値が重いなとは感じてしまいます。ただこのチャートを見ていくと底堅い動きも全然見えてきますからね。このような上昇トレンド出てきても僕は何もおかしくないとも思うんですよね。来週あたりも買いが入ってくると逆三尊みたいな形も完成しますね。であれば波の反転なんかも起こるかもしれません。円の影響もかなり大きいと思いますね。特に今週に関しては円がすごく弱くて波の反発も起こっています。来週もこの円売り、これは当然注目はしていくことにはなると思います。5ドルという部分が少しやっぱり怖さはありますけどもね、まあ、それでも目線はロング、ということにはなってくるかなとは思います。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足を見ても下落トレンドしっかり出ていますけども、これに関しては一気に買い戻しが入って戻してますね。V 字の動きになっています。もうこれを話す内容がユーロ円やポンド円と同じですからね、わかりますかね。戻り売りがたくさん入っている状況ではありますけども、値動きは見ていくと下がっていない。値動きはただ止まってるんですよね。戻りの高値も抜けていないですから、流れが止まれば再度売りを見ていくというのはこれ決して間違いだとは僕は思わないんですね。ただ難しいのはこの急激に戻す動き、だから僕はあまりこういった急に戻す動きに対してショートというのはしないんですよね。現状この辺りで流れが止まっているようには見えますから、売り買いの攻防を見ていくことになるかもしれません。ポンド円やユーロ円と比べると、この辺りの動きが少し上値の重さ感じますかね。まあ、それだけユーロに売りが入っているという状況でもあります。状況としては円は弱いんですけども、ユーロも弱いんですよね。弱い通貨同士のペアになってしまって、値動きに差が出てこない、レンジ相場になってしまうということですね。こういったところからもユーロ円は少し警戒心を持ってはいきたいなと思いますけども、ただまあチャート本を見ていくとまだまだね、強い流れを見ていける状況にはあるかとは思います。これも同じように深い押しが入ってしまうとショートの逃げ場を与えてしまうことになりますから、その動きに対する注意はしていきたいです。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見てみると、直近の高値を抜ける強いトレンド、一旦流れが止まって押しが入りましたけども、ちゃんとサポートされたというね、まあ基本通りの強いトレンドが出ているとは思います。ただまあ他のクロス円なんかと比べるとこの押しが深いですからね、まあその分上値の重さはちょっと感じますよね。深い押しになってしまった分逃げ場も当ててしまうことにはなると思いますからね、その分上値も重くなっているのかもしれません。
ただ5ドルに関してはね、株価の影響もかなり大きく受けてると思うんですよね。ここ最近株価といえばやっぱり中国、恒大のニュースなんかはもう敏感に反応していますんで、何らかしらのニュースが出てくればね、この5ドルに関してはもうこういったチャート関係なくバンと動く展開というのもあるかもしれません。水曜日なんかはね、恒大のニュースが出てきた時に円も動きましたからね、そういった意味では黒線全般に大きな影響があるかもしれません。来週ももしかしたらね、5ドル、もしくは黒線全般、そういったリスクはあるかもしれませんね。はい、ということで、黒線、特に後半ですね、水木金と、本当に強い買いが入ってきています。V 字に近い形になっている、これも黒線全般そうですよね、強い買いが入ってきています。この動きによって、月足レベルで見ても、週足レベルで見ても、もちろんこれ日足で見ても、しっかり相場の強さが見えています。サポートも見えてきています。目線としてやっぱりこの流れを組んでロングですね。逆の勢力、ショートを捕まえている状況というのも見えてきていますから、いい流れだと思いますけどもね、ただし深い星が入ってしまうと逃げ場も与えてしまいますから、そこの部分には注意が必要だと思います。来週もまずはこの円が弱い展開、直近のこの強い流れを継続して見ていこうかと思います。今回は以上になります。黒線以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。